ルーク・ジェラムは、ブリストルを拠点とするイギリスのインスタレーションアーティスト。彫刻作品のほか、大規模なインスタレーションやライブアートなどのプロジェクトを手掛けている。ジェラムは、自らのアートのアイデアを展開するために、極端な条件の場所へと旅することを繰り返しており、ラップランドの森から、サハラ砂漠の砂丘まで足を運び、 スカイ・オーケストラのような作品やガラス製のウィルスの彫刻を作品を制作してきた。2008年に発表された書籍アート・イン・マインドはジェラムの旅の一部を記録したものでありウォーター・シェットから出版された。ジェラムはストラウドで育ち1997年にカーディフスクール・オブ・アート・デザインを1997年に卒業した。ジェラムは 1997年からプロフェッショナルにアートインスタレーションを創作し始めた。ジェラムは2001年にネスタから3年間のフェローシップを授与された。この研究期間中にスカイオーケストラが設計されたが、これは7機の熱気球を夜明けに都市の上空へ飛ばし、空から音楽を人々に聴かせるというものであった。2006年、この作品は、 ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーとフィアース演劇祭から移植され、コンプリートワークス演劇祭の期間中に、ストラトフォードイコールアポンイエー,ーボン上空を飛んだ。2007年には、シドニーフェスティバルの際に、スカイ・オーケストラが飛ばされた。ウィルス学研究者である、ブリストル大学のアンドリュー・デイビッドソンや、専門的な吹きガラス職人たちのチームと組んだジェラムは、 一連の微生物のガラス彫刻を創作し、それらの作品は世界中の多数の収集家の個人像となるとともに、ロンドンのウェルカムコレクションやブリストル私立博物館、美術館の所蔵品となっている。2007年、ジェラムは微生物のガラス彫刻によって画像医学院賞を受賞した。2008年、ジェラムのプレーミー・アイム・ユアーズの展示が、 各地の都市を巡回し始めた。ニューヨーク、ブラジルの都市、バルセロナなど、世界中の46都市の公共空間に、1300台以上のピアノが設置された。公園、鉄道駅、市場をはじめ、橋やフェリーなど様々な場所に置かれたピアノは、誰もが弾いて楽しめるようにされた。ジェラムは、多数の国際的な芸術祭をはじめ、画廊やイベントに参加しており、 これまでにも、シドニーフェスティバル、ロンドンのウェルカムコレクション、ニューヨークのヘラーギャラリー、サンノゼービエンナーレ、リバプールのファクト、ロンドンの ICA、シドニーフェスティバル、ロンドンのスミスフィールドギャラリー、東京の森美術館、バーミンガムのフィアース演劇祭、ブリストルのアーノルフィニなどに出品している。サウサンプトン大学の音響研究所との共同作業により、ジェラムは工学、 物理科学研究会議から22万5000ポンドの資金を提供され、風によって音を生じ、歌うような構造物である、イオラスという作品を設計、制作し、各地を巡回させることになった。ジェラムは研究所の研究員となり、アーツカウンシルイングランドとエプスクからの多額の支援を受けて、イオラスは2011年に制作され、2012年に、 イギリスの各地を巡回したジェラムは、クリエンティブコンサルタントとしても活動している。彼の顧客には、ロッテルダムの、ウィズで、ウィットフェスティバルや、ロンドンのアダム・ミツケ・エビチ・インスティチュート、ストラトフォードイコールアポンイエーボンの、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーなどがある。ジェラムは、四季異常を持っている、ウィズドローンの一部、エーボン渓谷から引き上げられ、リーウッズのあらぬところに置かれた船。 ありがとうございます。